ランド・オブ・ザ・デッドは、ジョージ・エロメロ監督による、ホラー映画。ゾンビなどのヒット作で、世界中にファンを持つロメロが、約20年ぶりにメガホンを取ったゾンビ映画である。残虐性の裏にあるテーマは、過去の作品で、ロメロが提唱してきた、世界事情の多方向からのアプローチであり、一握りの、強者が、多数の弱者を力で抑え込もうとする。 派遣主義の姿を色濃く取り入れている。作中では明らかにされていないが、時系列上では、ゾンビ発生から3年後であり、ピッツバーグで復活した、共和党が作った都市が舞台である。本編の前日単を舞台にした、ゲーム、ラントオブ・ザ・デッド、ロード・ツー・フィドラー、スグリーンが発売されている。近未来、ゾンビが、地球上に蔓延するようになった世界。 生き残った人々は、三方を川に囲まれたペンシルベニア州ピッツバーグのダウンタウンに防御フェンスを敷いて、街を築き、高層ビルに暮らす富裕層と、スラムに住む貧民に分かれて暮らしていた。武士調達部隊の傭兵隊長ライリーは街を牛耳る権力者のカウフマンから、ライリーの部下であるチョロが走行者デッドリコニング号を乗っ取り、街の爆破を予告したと伝えられる。 ライリーは北へ向かうための脱出用の車を条件としてチョロの殺害に向かうが同じ頃には自我を持つゾンビビッグダディに率いられたゾンビたちが街を目指して川を渡りつつあった未知の力で動き出した人の束ねナイトーブザーリビングデッドでペンシルベニア州ピッツバーグの共同墓地の遺体がゾンビ化したのを皮切りに世界は死者が 死因に関係なく、ゾンビ化するよう変質した。知能が低く、鈍則だが、脳を破壊されない限り不死身で、痛覚もなく、怪力。人肉に執着し、生きた人間を襲う反面、共食いはしない。噛まれた人間は、毒で死に、結果として、ゾンビになる。ピッツバーグの近隣の町ユニオンタウンでは、ビッグダビをリーダーとするコミュニティが形成されている。 ありがとうございます。